ちいにいちゃん、勘違いだったらすみません。絶版80のキラキラしらすのラメが最初の時より減った気がします。なぜですか？本当かな？まあ、ばらつきあります、どうしても。でもマスターのあるんですよ、これこういう風に塗ってくださいって。でそれが当然作業員の人が人によって濃くなる人もいれば少なくなる人もいて、である時ダメですよっつって戻るんですよね。もう一回マスター見ながら塗るから、その多分ダメですよって言われる直前の少ないやつを手にされたんじゃないかと思います。はい、まあロットによってちょっとばらつきが出てしまうということですね。あ、マーデスさん、スパチャありがとうございます。レイブリックさん、こんばんは。ブルブルのネットでスカーナッシュのハイブリッジを買ったのですが、ハイブリッジはもともとマット調の表面ですか、パールのも持ってるのですが、それと比べてツヤがないようなので気になってます。あ、スカーナッシュね。スカーナッシュは今正確に言うと工場3つ分かれちゃってるんですよね、モデルによって。だからもしかしたらちょっとテイストが変わるかもしれません。例えばブロイ125と140だったら工場が違うんで変わるかもしれませんが、まあ一応全部高橋が OK 出してるからなんで、言うことね。まあ、そのちょっとした差は、テイストの差だと思って楽しんでもらえたらと思います。で、同じモデルで違ったら、それは何らかのミスなんで、すいません。多分、まあ、ね、まあ、それはあんまないかな。多分、あんまないと思うんですけど、はい。N 松さん、ブロイン 140S に暴走サンセット復活させて、そうですね、復活させたいですね。俺もあれ好きなんだけど、なんか、うん、ちょっと昨今のカラーは、なんか営業的な面で、いわゆる例えばチャートバックパールっていうのは売れないらしいんですね。で、なんか後ろをクリアにするとか、ギールを貼るとか、なんか一ひねりしないとダメっていうふうに営業からは言われるんですけど、まあ、自分はなんか古い人間だから、普通にレッドヘッドパールとかでいいのにと思うんだけど、なんかちょっとクリアが入るとか、何かしらしたいようなんですよね。でそういう中で、暴走サンセット、まああれでも、そうだ、手間暇が、あれめちゃくちゃ色を塗るので、それで今生産、そう、デカレンズホロと暴走サンセットは、一本塗るまでの時間がめちゃくちゃ長いんですよ。なので今はちょっとその品切れを解消する方を優先させようってことで、比較的時間、生産時間がかからない、塗る時間が短くて済むカラーでどんどん生産数を増やしている時期なんで、多分店頭に 140S がなら、まあ、比較的安定して並ぶようになったら復活してくるんじゃないかと思います。クリアカラーをレギュラー販売してほしいです。まあ、ピンクチャートクリア以外とかは、とか、キラキラシラスとかしかないんだよな。はい、まあ、確かに、カラーはね、この間、アイザーのカラーを決めるとき、久々、全社員じゃない、達郎がちょっと出張でいなかったんで、普段、最終的にね、営業の統括やってるのは達郎なんで、達郎が決めるんですね。で、ここ最近のモデルは自分も関わってなかったんだけど、珍しく達郎いないところで、全員がいて、残り全員がいて、そこに最終カラーサンプルが揃ったんで、達郎なしで決めようぜって言って、達郎なしで決めたんですね。で、まあ、そうして、みんなもめっちゃ張り切って、もうランチそっちのけでみんなでああでもない、こうでもないって言ったんだけど、やっぱね、12食ぐらい、頑張って 14? でも普通12食なんですよ。ワンモデルね。初期発売は。で、やっぱりこのカラー外せないよね、このカラー外せないよねとか入れていくと、クリアカラーって2か3なんですよね、選べるのが。ってなると、やっぱりピンク、人気が高いピンクチャートクリアと、なんだったっけな。キラキラシラスは外れたんですよ、このアイザーは。まあ、そんな感じになってったりしてっていう感じでした。そうですね。で、まあ、定番に乗っけると、いろいろ大変なんですね。また、
ラインナップ表とかいろいろ大変なんで、オンラインショップで足りないとこ、かゆいとこ手が届くようにカバーしようってやったり、例えばフルクリアカラーなんかは、なんていうかな、同じ1500円のルアーだったらフルクリアも1500円じゃないですか。でも明らかに工程的には手間暇かかってないんで、やっぱり普通に店頭並べると売れ残るんですよね。なんかその損した気分が出るのか。で、かつ、ユーザーさんからのご意見でも、ね、塗ってないんだから安くしろみたいな意見も出てきたりすると、まあ確かにっちゃ確かになんで、だけどまあ、最終的な工程全体で言ったら、その塗装の1工程、2工程はあんま関係ないんで、その値段でやるんですけど、まあオンラインショップなんかで置いて、まあフルクリアじゃないとダメって人も一定数いるんで、そういう人ぜひどうぞって感じで売ってたりしますね。まあでもオンラインショップでね、多くの人が使ってくれるおかげで、カラーはまあ定番品とこう分けることで冒険ができたり、攻めたカラーとか出せたりね、するんでやってます。はい、これは全部逃がしてるから、完全な遊びの中で関係してるからこそ、こんなんで釣れたら見たくなる、だからなんかルアーにね、アニメ感というかキャラクター感が欲しいんでね。結構だから色もリアルテイストとはかけ離れた方が、ね、そうですね、イワシカラーを堅くなに作らないでやると、それも営業面でいっぱい怒られるんで、なぜいないって。まあ今も一応カラーとしては残ってるけど、ガボッツのリアルプリントカラー、うん、あーありましたね。あ、これちょっと一回市場の意見に合わせてじゃないけど、まあやってみようかって言ってやってみたら、多分ブルーブルーのブランドがある意味出来上がっていたのか、あ、売れるのかなと思ったら、そんな売れられなかったですね。全然あのチャートバックパールとかレッドヘッドとか、うん、そっちの方が注文取れてて、あ、意外とそこそこじゃん、なんだよ。まあそれはそれでね、もちろん面白いし、普通のイワシカラーじゃね、だからでも写真プリントができるってプリンターをね、見つけてガボツ塗ったんだよね。この城とかみんなで捕まえて写真撮って、それをさ、焼いたりしてなんであの時、今思えばボラやんなかったんですかね。なんでボラやらないでハゼやったのかっていう、アユとかなんか差をつけたかったんだよな、多分普通に行きたくない、あの頃一番反発してたから。だからイワシカラーは絶対やりたくないけど、100歩譲って片口イワシカラーやろうってなったじゃん、プロに。でもなんか背中が青黒いのは嫌だっつってさ、紫にしたってありきたりじゃないみたいな。あ、なんかね、メジャーデビューしたけど売れる気ないロックミュージシャンみたいな、お前ら売る気あんのみたいな。あったなぁ、ね、ガボッツのリアルプリントもやってる時はノリノリでみんないいじゃんいいじゃんみたいなやってて、出してみたら多分ね、新しい技術だったから、あ、確かに楽しいじゃんっていう。だからユーザーは全く支持しなくて、うん、まあだからやっぱりリアル系はダメじゃんみたいな、ね、多分全部をもともとブランディングがリアルに振ってたらいいんでしょうけど、いきなりそういうことポンってやると、いやいや、あんたそこでなんか違うでしょって話なんですよね、うん、いや、まあ、あれは学びましたね。そうだな、あの辺でなんかリアルしかちょっと捨てたりして、うん、またボラコンで戻ってきますけど、でもボラコンのワームにプリンターで描いたり、うん、ワームに 3D プリントをするとかさ、そうですね、ワームを塗ることで質感出すのはまだ新しいから面白いし、うん、あれは追求してみたい。そうですね、あの銀粉塗ったこの野郎とかのさ、生めかしさってないから、あれはワクワクするね。だからやっぱワクワクするかどうか、うん、なんかリアルだからワクワクするかどうかわかんないじゃん。それだとやっぱ真っ白い棒の方がさ、棒とかのっぺりしたカラー、マットチャートで釣るって楽しい。あんな色の魚いないからさ。マットチャートもともとあったんですけど、うん、こんなに流行っちゃったのって多分村岡さんがあのブログで書いちゃったからですよ。そうですね、今週30の発売の時にでも受注じゃ一番少なかったんだよね、まあ、生産数も少なくて、でもスネコンの動きを覚えるのにマットチャートは絶対大事って言うから、絶対1本目はマットチャート買いましょうって俺がブログ書いた直後に達郎から、一番出荷少ないんだからそんな宣伝しないでくださいよって生産数だから上げちゃったよみたいな。でそっからマットチャートがスネコン消えたじゃん。そっからだよね、マットチャートに、そうよくある営業と裏を逆を行くっていう、あんまりね、いまだにここの連携はあまり取れてません。あとあのカラーって発売する前に何色も塗って、発売するカラーは営業サンプルに意外と出さなかった、取っといたりして、うんうん、ボツカラーをテスターさんとかも村岡さんも含めて配ってて、うんうん、いいですよぐらいな感じで言って、あ、やべ、そのカラーボツにしちゃったんだ、うん、よく SNS 上げると結構言われます、ね、ないじゃんそれ、うんうん、いい色ですねそれ、いやこれボツなんです、色はその辺はな、まあその辺はもう少し上手にできるメーカーなんで、
なんか他社さんすごいじゃん、すごい。いや、しっかりやってますね。回収すんの。俺は他のメーカーともやってるから、もう未発売カラーはちょっと回収させてください。だからそれぐらい、もうしっかり、露出したカラーはちゃんと店頭にあるみたいな。一致させていくっていうね。自分が提案してもやっぱりなと思ってボツになるからあるじゃん、うん、でも自分の中ではこう最高だと思ってるから全然釣って釣れたぜって言ってイエイどうやみたいなもうそのカラー売ってないというかラインナップにも入ってないいやそれも自分だって営業だから、うん、それをやっちゃいけないのに釣りたいし、うん、魚見せたいしみたいになると釣り人が先に行っちゃう自分の中の釣り人が先に行っちゃうんですよ